日光、僕日光江戸村に小学生ぐらいの時に学校の遠足で来たぐらいかな。壮観ですね。川と滝とあと高いところに神社っていうのはすごいパワーがありそう。これ冬は雪降るんですよね、多分。雪っていうか冬は結構積もってますよね。ああ、それもかっこよさそうだな。これから先、いい人生になるように。旅はプライベートで行くときは日本が多いですね。プライベートは主に日本によく行くことが多い。一人で行く方が多いかな。プラッと前々から行ってみたかったとことか、結構本とか読んでとか。ここ行ってみたいっていうのは結構あるかもしれないですね。あれかっこいいよな。え、これそこで取れるってことですか？そこで。あ、うまい。うまいっすね。おいしいでしょ？おいしい。あ、モミジが。僕メンズノンノのモデルをやってるんですけど、結構出張とかで地方行ったりとか海外行ったりとかが割と月に1回、多い時は2回とかあったりして、結構海外の人とかにこうどこがおすすめですかとか、その歴史的なところとかも聞くとすぐもう返答とかが、本当に自分の国のことを分かってたりすごいするんですけど、逆に僕とかが行ってその聞かれた時とかってあんまりその日本のことをあんまり答えられないんですよね。その時に話せるようになりたいっていうか、もっと知っててもいいのに、なんかもっと日本のことを知りたいなっていうふうに思ったのきっかけかな。それで割と一人で行く時は日本を行くことが多いですね。海外に行くっていうよりかまずは日本を知ってからっていうふうに思うことが多いかな。この道でもすごいいいな、素敵な道で。
これはいい。ああ。